ファントムブラッド。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター、吸血鬼と化したディオを倒すため、彼は波紋の師セペリと盟友スピードワゴンと共にゾンビたちとの戦いに身を投じていった。ジョナサンとディオ、医師仮面をめぐる二人の因縁の物語、すべてはここから始まったのだった。ここは建物の中か。日本のものじゃねえようだが。ここは俺の時代だ。この建物はジョースターさんの。何？あれはジョースターさん！ジョースターさん、ご無事ですかい？スピードワゴン、来るな。こっちに来てはいけない。てめえディオ。貴様は確かスピードワゴンとかいうカス。あれがこの時代のディオか。そしてあの男がジョナサン・ジョースター、俺の先祖か。もう一人の方は初めて見る顔だな。だがどうでもいいことよ、ジョジョ。お前の奮戦ぶり認めよう。我が夜のしもべたちを相手によくぞ今まで持ちこたえた。だがゾンビは無尽蔵、まだまだ控えておるわ。げっ、波紋の呼吸を整えなくては。ジョースターさん、まずい。戦い続けて疲弊しきってる。行け、ゾンビども。奴にファンファーレという悲鳴を吹かしてみろ。ふん、させねえぜ。君がスピードワゴンの見つけた仲間だね。自己紹介は後でさせてもらうぜ。オープンザゲーム。存分に肉をはみ骨の髄をすするな。おら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 てめえ。おらぁ、くそ。おらぁ、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 おらぁ。呼吸を止めなくても、俺の呼吸を。少々
だ。悪あがきをやめて俺の命となれ。おら、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 やれやれ、動く死体にはうんざりしてきたぜ。何をしてる、ゾンビども。早くそいつを片付けろ。さすらいだ、おら、てめえ。やれやれ、拉致が開かねえな。親玉が来い。ゾンビの群れをものともせぬとは。貴様、その能力は一体どうした。手こずっているようじゃないか。誰だ、ディオンに似てる。チッ、ディエゴ・ブランドーか。ディエゴ・ブランドーだと。ディオの兄弟か。その程度の発想がこの時代の人間の限界というわけだ。おい、くだらないおしゃべりをするんじゃない。おいおい、上から目線で指図するなよ。俺まあいい、貴様とはいずれケリをつけるが、まずはジョジョを始末するのが最優先。ジョジョ、この世界のジョニー・ジョースターか。ああ、何言ってやがんだてめえ。いいとも、協力してやるよ。コンビで奴らを始末する。ジョースターさんは疲労で戦えねえ。代わりに俺たちが戦うぜ。ヘマをするなよ、怪物。お前がな、人間もどきが。俺、オープンだけ。近隣街から口さっさり抜けて。さすがだ。無駄だ。恐竜は古き世界を支配したモンスターだ。恐竜の動体視力には何者もかなわない。オラ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 、何？
俺に勝つつもりか。絞り取ってやる貴様の命を。フラフラしているぞ。いい調子で素晴らしい力を手し。てめえ。二人で行くぜ。わかったぜ。大したことないんだよ。命を吸い取る。貴様の生命と俺の吸血鬼のエキスと瞬間交換してやろう。みんな許せ。スケーリーモンスター。この俺が負けろ。この手を組み最後まで戦え。こんなに素晴らしい力を戻る。一人で十分なんだよ。モンキーなら答え抜かすめよ。こんなに素晴らしい力を手に入れたぞ。てめえ。おめえら待ってる。いいぞ。モンキーなんだよ。モンキーなんだよ。ダムダムだ。二人で行くぜ。わかったぜ。そらな。てめえ。まさか。このディオが。行くぜ。まずは俺が。隙だらけだぜ。あら、骨まで立ちた音。まともに食らったな。やれやれだぜ。スピードワゴンはクールに去るぜ。人間ごときにこのディオが膝をつかされるとは、よくも、いい気になるなよ。貴様ら全員、いつか必ず切り刻んでゾンビどもの餌にしてやる。おい、てめえらもあのお方とやらのために動いているのか。ふざけた寝言。やつとは一時手を組んでいるだけよ。いずれはディオもろとも始末してやる。無論お前もな。最後に総取りするのはこのディエゴだ。くそ、逃げやったぜ。ジョースターさん、大丈夫かよ。ジョースターさんに言われた通り、聖なる遺体に従って仲間を集めて消やしたぜ。スピードワゴン、そういや、あんた自身の話を聞いてなかったな。どうやって聖なる遺体に導かれたのかを。俺はジョースターさんたちと一緒にウィンドナイツって呼ばれる小さなロットへ行くはずだった。
吸血鬼とかしたディオがそこに潜んでるって情報を得たからな。だがその直前に異変がこの時代に発生しやがった。火事で焼け落ちたはずのジョースター邸が復活し、中はゾンビどもで溢れかえった。こいつは最初はジョースターさんのところに現れたんだけどよ、ジョースターさんはゾンビを食い止めるためにここに残った。俺も一緒に残って戦いたかったがよ、無理やり聖なる遺体を渡されちまって時代を巡る旅に出る羽目になったのさ。ありがとう、スピードワゴン。もう大丈夫。波紋は生命エネルギー、呼吸さえ整えば体力はある程度回復できる。ジョースターさん、すまねえ。仲間を連れてくるのに時間がかかっちまった。いや、さっきは危ないところだった。助かったよ。助けてくれてありがとう。僕はジョナサン・ジョースター。君は？空城城太郎だ。空城城太郎、ジョナサン・ジョースター、そして遺体の案内人スピードワゴン、ここで始末してあげるわ。誰だてめえ。あら、ごめんなさい、あなたとは初対面だったかしら。私はエジプト救衛神の一人、バステト女神のマライア。エジプト救衛神だと？ンドゥールの仲間か。だが一人で来るとはいい度胸してるじゃねえか。一人ですって？ジョジョ、波紋を悪用するとは許せん。ゼペリスさん。誰だ？ジョースターさんの師匠だ。波紋の達人だぜ。あのお方に歯向かうとは救いがたき愚か者。波紋を教えたわしの目が節穴だったわ。なんてことだ、セペリさん、異変に巻き込まれてしまってる。ジョースターさん、その体じゃ無理だ。いや、僕が戦う。セペリさんに目を覚ましてもらわなくては。やれやれだぜ。セペリさん、全力で行きます。捕まえるまでが勝負だな。弟子の始末を正すは死の務めよ。来い。磁力はどんどん強くなる、ジョー太郎。お前をぐちゃぐちゃに押しつぶすまでな。オープンザゲーム。触れてはいけない。残念だけど死んでもらう。何をしてるのさ。残念だけど死んでもらう。触れてはいけないものというのは、触れてしまいたくなるものね。くらえ。
よかろう。これでどうかな。まだ大丈夫だ。いいもの拾ったぞ。かすり傷は済みそうにないの。二人で行くぞ。おう、後に続いてくれ。打ちかますぜ。おら、これはまずいの。すごい。何を想像してんのさ。質問は何を言ってます。すげー。ほら、今回は間違いだった。何やられてんのよ。まだ大丈夫だ。いいもの拾ったぜ。残念だ。だが、何想像だ。まだだ。触れてはいけ、触れてはいけ。残念だけど死んでもらうわ。援護をた行くぜ。耐えてみせる。何想像してんだ。無理してんじゃねえ。気が残念だけど死んでもらう。触れてはいけないものという触れては最後の最後に敗北するのはどちらか。触れてはいけないもの。大したことないわ。近づ離れず戦うのがおめえのやり方か。気づくのが遅かったよね。残念だけど死んでくれ。二人で行くぜ。おう、後に続いてくれ。打ちかますぜ。おら、何なの。すごい。くそ、今分かるぞ。どうした、てめえら、もうおしまいか。ゼペリさん、あなたを信頼しています。だから全力で戦いました。これほどまでの使い手に成長しておったとは見事。だが次にまみえた時こそ決着をつけてくれよ。なめた真似をしよって。覚えてやがれ、このピチグソども。待ってください、ゼペリさん。逃げられたか、ゼペリさん。必ず僕が元に戻してみせます。ジョースターさんよ、こいつを受け取ってくれ。今まで何とか守ってきたがよ、こいつは本来あんたのものだぜ。
ピードワゴン。ジョスターさん、大丈夫ですかい？すまない、少し疲れたみたいだ。無理もねえ、今までずっと一人で戦ってたんだ。ジョタロウ、カメを出してくれ。中に入って休まなきゃな。遺体はもう集まったのか、ジョータロウ。ジジイ、どうした？ソファーに座っとったらスピードワゴンに追い出されたんじゃ。ジョースターさんを休ませるとか言われての。わしもジョースターなのに。やれやれ。